どうも、皆さん、今回は世界系についてだよ。リュウさんがメインチャンネルのレビューでもたまに使う言葉やな。うん、この言葉自体がちょっと廃れ始めた感じはあったんだけど、最近、新海誠監督の作品が大ヒットしたことによって、このジャンルに再注目されている感じがあるんだ。ほ、というか、そもそも世界系ってなんなん？これが説明するのが簡単なようで難しい。他のアニメのジャンルで言えば、例えばロボットアニメなら、ロボットが出てくるだけで、そう言えるし、日常アニメなら、キャラクターの日常が綴られてるだけで、日常アニメと言える。簡単に説明すると、世界系って、どういう感じなん？君と僕で、世界がどうにかなるって感じが、一番わかりやすいかな。君と僕。この、世界系というジャンルを説明する上で、一番わかりやすいのが、鈴宮春日の憂鬱なんだ。まさかの春日。この作品を知らない、見たことがないって人も、最近の若い人の中に入ると思うから、軽く説明するね。春日も16年前の作品ですからね。この作品のタイトルにもなっている、鈴宮春日という少女は、自分では、一切自覚をしていないんだけど、世界を変えてしまう、能力があるんだ。とんでもない能力よな。例えば、ああ夏休み楽しいな、ずっと続けばいいのにな、と思えば、本人が満足するまで、無限に無自覚のまま、夏休みがずっと続く。怖い。彼女が思ったこと、願ったことで世界が変わってしまう、たった一人の少女の思想、気分によって世界が滅亡する恐れすらある。なるほど。それがさっき言った、世界がどうにかなるの部分なんやな。世界系の特徴として、そういう世界全体ないし日本全体とか、多くの人類に関係、影響する出来事なのに、出てくるメインキャラクターが極端に少ないことも挙げられるんだ。鈴宮春日の憂鬱の場合は、原因である、春日と他4人が基本的なメインキャラやもんな、たった5人のアーダ。こうだで世界がヤバくなる感じや。メインキャラを中心とした半径10メートルくらいで話が進んで、それが世界に影響を与えて、主人公ないしヒロインがそれをどうにかするってのが世界系っていうジャンルの認識で間違いないんだ。世界系のロボットアニメって多い印象やけど、そこにロボットが出てくるかどうかとかは無関係なんやな。うん、この世界系というジャンルは定期的にメガヒット作品を生んでるんだ。その一つが新世紀エヴァンゲリオン。おお。ただ新世紀エヴァンゲリオンの場合は確かに主人公の怒り神事の行動や機嫌次第で世界がどうにかなっちゃいそうな話ではあるんだけど、この世界系の話の中に大人同士の会話だったり組織だったり政治だったりが絡んでくると、さっき言った鈴宮春日の憂鬱の世界系の定義と少し違ってくる。主人公もヒロインにも関係ないというか、どうにもならん部分が出てきちゃうもんな。ならエヴァは世界系ではないと。もう一つの定義としてこの世界系の世界の解釈が自分の世界という部分もあるんだ。エヴァのあの新章世界のことですか？碇シンジ君の自己問答とも言える新章世界の描写、その問答、個人の中にある世界を描いてる、その問答の果てに、それが主人公を成長させ、世界の存亡をかけたものになるようなものも世界系と言われることがある。世界は、世界でも、自分の中の世界ってことか。新世紀エヴァンゲリオンの場合は、1996年のテレビアニメ版じゃなく、どっちかといえば、エヴァンゲリオン新劇場版の方が、まさに世界系をしてるんだ。あ、確かにそうやな。特に、歯なんてそうやない？うん。ハヌラストで碇シンジという主人公は、自分が好きになったヒロインである綾波レイという女の子を助けるために世界がどうなってもいいと思った。その結果があれやな。たとえ世界中が敵になっても、僕だけは味方でいる、そんなプロポーズの文句みたいな内容が世界系とも言えるんだ。ちょっと世界系ってのが分かってきましたよ。だからこそ、君と僕の恋愛事情も絡んでくることがあるんだ。君と僕やから、そこに恋愛事情も絡んでくるんやな。だからこそ、多くのギャルゲーやアダルトゲームで、この世界系というジャンルは大流行したんだ。新世紀エヴァンゲリオンの頃って、ギャルゲーとかアダルトゲームも全盛期の頃やったもんな。ブームとブームが重なってって感じなんかな。うん、PC ゲームが大流行した時代だった。そして、新海誠監督が当時のギャルゲーやアダルトゲームの OP 映像を制作してるんだ。おお、ここで新海誠監督が出てくるんか。彼が手掛けた作品はほとんどが世界系なんだよね。個人制作でアニメを作り続け、君の名はが大ヒットした。あれも世界系の一種なん？世界系っていう言葉は、主人公とヒロインを中心とした狭い世界という意味合いもあるんだ。君の名はも、主人公とヒロインの入れ替わりという二人の世界で描かれてる。世界系って意味合いが広すぎへん？そうなんだよね。なんとなくニュアンスとして世界系って捉えてる人も多いと思うんだけど、まあ鈴宮春日の憂鬱やエヴァ、君の名はなんかが世界系だって認識で間違ってない。テストとかで出てきたら難問になりそうやな。そういった意味では魔法少女マドカマギカもそうなんだ。マドマギ。この作品のメインキャラは5人と極端に少ない。その5人が魔法少女となり、魔女と戦う。魔法少女に課せられた悲惨な運命、その運命を変えるために世界の断りさえも変えるストーリーなんだ。なるほど。そう見るとマドマギも世界系なんやな。世界系はある種のエポックメイキングを生むんだ。
エポックメイキング、横文字苦手や。強い影響のある出来事みたいなことだね。新世紀エヴァンゲリオンで大量の世界系、ポストエヴァを狙う作品が多く生まれ、君の名は、でも、多くの SF 青春アニメ映画が生まれ、魔法少女マドカマギカは、可愛い絵柄で悲惨な展開や多くの魔法少女を生み出した。確かに、どの作品も影響力がでかいな。世界の命運を絶った数名の少年少女が握る、この根本的な設定部分が物語を作りやすいってのはあると思うんだ。確かに、なんかこう盛り上がるストーリーが生まれそうやな。僕らの最終兵器彼女、ラーゼフォン、他にも数多くの世界系アニメは存在する。どの作品もめっちゃ有名やな。ただ、このあたりの作品は新世紀エヴァンゲリオンのヒット、バブル崩壊後の日本とかの現実の空気感も相まって暗いんだよね。エヴァも暗かったもんな。そういうシリアスかつ暗い作品は最近はあまり好まれない傾向にある。だからこそ世界系というジャンルの作品自体が減ってきてる印象だね。世界系の終焉ですか。そんなジャンルの衰退は確かに感じる中で、新海誠監督が君の名は天気の子、すずめの戸締まりを大ヒットさせてるのはシンプルにすごいし、00年代のオタクにとっては世界系の要素を味わえる貴重な作品にもなりつつあるんだ。リュウさんが新海誠監督に心酔しとる理由がなんとなくわかったわ。シンプルな世界系ってのは減った印象だけど、例えばメイドインアビスもある種の世界系なんだよね。ああ、確かに、これまでの世界系の特徴を見ると、メイドインアビスも、その気配がありますね。あの世界がリセットというか滅びそうな雰囲気ありますし。世界系とはちょっと違うけど、少女終末旅行なんかも進化した世界系だと思うんだ。あの世界って、すでに世界滅びとるやろ？うん、二人の少女は、無力で滅びてしまった世界を救ったりどうにかできるわけでもない。滅びを受け入れる。世界系のその先へって感じやな。このジャンル自体が曖昧な定義だからこそ、その定義や根本の魅力はありつつも、一歩進んだ作品が作られてる感じがあるんだ。変革やな。そういった意味では、ワンピースの劇場最新作であるワンピースレッドも世界系だったんだよね。あれも、ウタちゃんはどうにかせんと世界がヤバくなる感じやったもんな。ワンピースという王道少年漫画のアニメ映画で世界系をやるっていうのは結構斬新な作品だったと思うよ。さすがは覇権映画やな。こんな感じで世界系、それに似たもしくは進化したものも多くあるんだけど、今回全部紹介すると大変だから、別の機会に世界系アニメ特集動画も作る予定だからお楽しみに。8分近くやったってまだ語りきれてへんのか。世の中には世界系ってだけで一冊の本を書く人が何人もいるくらいなんだよ。たった8分で世界系を語り尽くせると思うのがお門違いだよ。面倒くさいオタクになっとる。まあ世界系の主人公って大抵面倒くさいから、そんな作品で育ったオタクが面倒くさくなるのもしゃあなしなのかもしれへんな。みんなも世界系アニメを見て面倒くさいオタクになろう。なりたくないわ。ではまた次回。